はい、皆さんこんにちは。センターバック研究所、今回はですね、プレミアリーグ第3節リバプール対チェルシーのハイライトから、センターバック目線でハイライトを振り返るみたいなところをちょっとやってみたいなと思ってて、ハイライトでセンターバック目線で気になったところをちょっと解説していきたいと思います。これダゾーンのハイライトで確認してもらったら分かるっていう体で話します。ハイライトでいうところの5分前4分50秒ぐらいのシーンで、ヘンダーソンがミドルシュートを打つ展開、打つシーンで、この試合の展開って1人少ないチェルシーが結構ここにブロックを低い位置で固めたから、この中盤の前のスペースがあって、後半はなかなかここに何だろうな、人数をかけられて苦戦する中で、空いたスペースってこの前のスペースだったりするから、ここからミドルシュートを打つことが多くなったんですけど、リバプールがね、チェルシーがこうがっつり引いて、まあ、1人少ないからっていう中で、ヘンダーソンがここからミドルシュートを打って、まあ、ちょっと惜しいコースに打つっていう、枠外外れたけどっていうシーンなんだけど、まあ、これも、まあ、なんてことはないとは思うし、結局シュート打たれちゃってるんだけど、もう本当ここめちゃくちゃハイライトで見れば分かるんですけど、密集してるんですよ。で、まあ、ちょっとリバプールの選手がこう点々点といるけど、まあ、それはさておき、このヘンダーソンがシュートを打つときに対して、中に何人かリバプールの選手はいるけど、枚数がやっぱ多いから、アスピルクエタがこの辺にいるんだけど、こっから出てくるんですよね。で、結局これ前がありすぎて打たれちゃってるんですけど、この出てる時もやっぱ正面に入ってる、正面に入りながらこう出てくるっていうか、これで結果論これ枠が外れたんだけど、絶対視野に入ったんだよね、このプレスのスピードと正面に入りながらのプレスで。完全にコースは消せないけど、視界に入って焦らすことはできたのかなっていうので、その出るタイミング、これ別に誰が出てもよかったっていうか、こう枚数いるから、センターバック、まあこの時もウィングバックになってたけど、誰が出てもよかったけど、このアスピリクエタが出るタイミングと正面の入り方っていうのがすごくうまかったんで、そこちょっとチェックしてもらえたらいいかなと思います。はい、これが5分のシーンでした。このもうほんとこの次のシーンで5分10秒ぐらいに、マティップかなが、マティップがこの辺でミドルシュートを打った時の、チアゴシューバの対応というか、プレッシャーのかけ方、ちょっと、その1個前のアスピリクエタもそうだったけど、ちょっと対応みたいなところをギリギリやっぱプレッシャー与えたから入らなかったんだなってシーンがあったんだけど、まあ、その時にチアゴシーバここにいて、マネともう一人選手がここにいて、こっから横パスもらって、まあ、チェルシーのディフェンスがこうやっていて、横パスもらいました。でシュート体勢に入った時、シュート体勢に入る前にもう、マネがこの裏にちょっとここ駆け引きしてるんですよ。でここにもいたんだけど、もうシュート打つっていう雰囲気があったから、チアゴシューバーがここから出てきて、まあ、正面に入るというよりもスライディングでここのコースギリギリまで、まあ、なんとかならねえかなっていう、そのさっきの4分ぐらいのシーンも そうだったんだけど、何かプレッシャー与えてやろうみたいな、やっぱただじゃ終わらない感じがやっぱ経験が出てるなと思って、ここのマークをこう捨てていくんだよね。結局これももう本当個人戦術みたいなところで、あ、もうここふわんって出ないなと、分かんないけど、イニエスタだったらこれいかなかったかもしれないし、でマティップが持った時に、あ、もうこの不安ないなみたいなのを思って、思い切ってここマーク捨てて出る、でスライディングでギリギリまで足伸ばして、ここのコース少しでも切れないかなみたいな、でもこのスピードとスライディングする足がちょっと目には入ってだと思うんだよね。だけど自分にスペースがあったからシュートをチョイスしたと。でもしかしたらこれが、この選手はいやそんなのプレッシャーかかってねえよって思うかもしれないけど、実際ちょっとかかってんじゃないのかなっていうので、まあ実際それで完璧なシュートはいかなかったしっていうのを考えると、まあ、センターバックがミドルシュートに対して出ていくときにマークを捨てていかなきゃいけないシーンもやっぱあるなみたいなのを思ったし、やっぱチアゴシューバのこの相手とかのこうチョイスを見てマークを捨てて飛び込んでくるタイミングとか、まあ、最後の最後までなんかプレッシャー与えてやろうみたいな、そういう秀逸さみたいなところは感じたシーンでした。